皆さんこんにちは、ミントでございます。毎週日曜日ちょいテクを載せていくと言ったのにもかかわらず、日曜日ちょいテクを載せ忘れております。もう大変申し訳ございません。ということで本日ちょいテクをちょっとだけ送らせていただきます。今 Zoom を使ってる皆さん、 Zoom の会議をしている間画面を切り替えられることができずに困っているよと、作業ができない、会議やってる間何もできないんだという方にぜひ覚えてほしいテクニックです。この Windows のロゴマークが書いてあるキーですね。こちらのキーを押しながら D のキーですね。ABCD の D のキー。こちらを押しますと、Zoom の画面からデスクトップの画面に戻ることができます。この操作を覚えることによって、Zoom をしながらでも他の作業を並行して行うことができます。いろいろな時に使えるテクニックで、画面に散らかっているウィンドウを一気に片付けたり、他の作業をやりたいときに消せない画面を最小化するというようなことができますので、ぜひぜひお試しくださいませ。きっとお役に立てると思います。それではまたお会いしましょう。ミントでございます。